はい、皆さんこんにちは。アジアで生きてるケイちゃんです。はい、今回はですね、ブルーからレッドに変わりましたということで、レッドのケイちゃんやっていきたいなと思います。でですね、今回ちょっとね、本題に入る前に、実はね、昨日、この私のですね、チャンネルのご視聴者の方から、いろいろですね、コメント欄を通じてですね、ご質問いただいて、あれ、ケイちゃんまた後ろの背景変わったね、今はどこにいるの、どこで動画撮ってるのとかですね、そんなようなご質問を受けまして、でですね、過去からの私のね、この動画をご覧になっていただいている方は、まあ、ご存知だと思うんですけども、私もね、昨年、還暦を迎えまして、でですね、今現在、セミリタイア生活に入りましたっていう状況なんですね。で、まあ、こういったような YouTube を撮ったりだとか、あとは、まあ、ちょっと私の知人のね、そういったような、どちらかというと、プライベート的な会社の、まあ、ちょっとね、季節労働者というかですね、まあ、委託契約のような形で、まあ、決算の時のちょっと帳簿を見てくださいとかですね、そういったようなことで、もう本当にね、半分セミリタイア的なね、生活を始めております。で、以前いたね、ちょっとね、ところも、コンドミニアムもちょっと離れてですね、今現在、来月からちょっとね、居住できるような、やっぱりバンコク市内のですね、別のコンドミニアムを今現在探しております。で、実際にね、もう昨日までちょっと見てきて、ほぼ決めたんですけども、あるところにね、来月の1日から入れるように、ちょっとね、算段をしておりますということで、現在はですね、その3月の1日までは、ちょっとコンドミニアムというか、サービスアパートメントを契約によってちょっとね、渡り歩いているような形になってて、ちょっと頻繁にね、背景が変わるかもしれませんというような状況なんですね。で、新しいね、ちょっとコンドミニアムに居住しますので、そしたらね、またね、いろいろね、以前もね、サブチャンネルを通して、いろいろとこんなところに住んでますよ、アジアのケイちゃんの居住先ですよ、みたいなことで、ちょっとね、紹介をさせてもらったんですけども、またね、新たな動画をちょっとね、出したいなと思います。まあね、バンコクというとですね、やっぱりね、居住費用なんかも非常に安くてですね、俗に言われるコンドミニアムなんかでも、もうすべて家具がついてて、カバン一つでですね、身軽にもうどんどん移動できるというようなね、状況なんですね。バンコクに限らず、まあ、東南アジアは大体そうなんですけども、まあ、そういったようなところで、私がしょっちゅうですね、話をさせていただいている、ニューヨークにとんずらしたあの夫婦はですね、ごめんなさい、例のヘルズキッチンに、月の家賃が50万とか80万とか言ってますよね。実際いくらか知りませんけど、いずれにしてもね、そういったような何十万もするようなところに住んでますよね。私のね、実はね、今回ね、来月の1日から、居住するようなところは、家賃がですね、月に5万円ですということで、5万円の俗に言われるような 1DK かな、1LDK、リビングがついてるから 1LDK の部屋にね、住もうと思ってます。でね、ちょっとまたその動画をいろいろ上げさせてもらいますけども、これが家賃5万円というようなね、またね、驚くような動画をね、来月の1日以降にね、配信をさせてもらいますので、ぜひ皆さんご覧になっていただければなと思います。バンコクでね、リタイアすると、こんなところに5万円で住めるのなんていうね、ちょっとね、皆さんかなり驚かれるかもしれませんけども、まあ、その動画はね、またお楽しみにしていただければなと思います。私もたまにね、例えば東南アジアでのリタイア生活、こういうのもいいですよということで、特にサブチャンネルなんかで上げておいたんですけども、まあ、そういったようなことに関してですね、日本ではね、やっぱりね、ちょっとね、考えられないような、生活ができるというようなこともね、あるので、まあ、そういうようなことにご興味がある方はですね、またその動画もね、楽しみにしていただければなと思います。はい、ちょっとね、前置きがかなり長くなりましたが、今回の話題なんですけども、ちょっとね、今朝方ですね、現代さんですね、現代さん、また出しておりましたね、例の H 様に関するね、つくふに関することなんですけども、ただね、今回、現代が挙げてた記事に関してはですね、ちょっと私も気になってたところで、要は、まあ、端的に言っちゃうとですね、本当に H 様がご自身のご希望でね、ちゃんとそのつくふという高校の、その俗に言われるその自由なね、交付、こういったようなことが好きなんだよということで、最終的にご両親に、
僕はこういうところに行きたいんだ、いいですかというような形でね、ご進学されるというようなことであれば、それはね、本人の 100% ご希望なのでいいと思うんですけども、よくね、巷で噂で言われているような、例えばですが、アルファベットの K ですね、アルファベットの稽古秘伝家のご希望によってですね、どちらかというと、まあね、天皇ご一家、それこそ敏宮愛子様に何か対抗意識か何か分かりませんけども、そういうようなね、ことで、どうしてもね、将来的に、まあ、皇族、日本のね、皇室史上初の、東大卒の天皇陛下とかね、そんなようなことを目指したいみたいなね、そんなようなね、国民が別に決して望んでいないようなことが理由でね、H 様が、筑府にご進学されるというようなことであれば、まあ、ちょっとね、これからちょっとお話しするようなことも非常に心配だなという感じなんですね。ちょっとね、現代の、記事をね、ちょっと引用して読んでいきますけども、いつものことが全部は読みません、ただね、ちょっと気になるところ読んでいきますけど、例えばですけどもね、定型校進学制度は、お茶の水女子大と、筑波大の間で提携されたことによりできましたと、もう皆さんご存知の通りですね。 H 様が小学校5年になられた17年4月に導入されたばかりで、なおかつ22年、今年で終わりですって話ですね。詳細を知らない学校関係者も少なくありませんというようなことで、いずれにしても、今回この定型校進学制度を使ってですね、筑府に入られる方が入学されするね、高校生、まあ、中学生の方が何人いるか知りませんけども、いずれにしても非常にですね、もしかしたら1人かもしれませんよね、まあ、1人とか2人とかね、これもね、いずれね、その筑府のホームページ上を見れば分かることになるんですけどね、それはまた正式に分かったら皆さんに、お伝えいたしますけども、まあそういうような状況でですね、さっき申し上げましたように、本当にね、 H 様のご希望なんですかっていうことが、今回のこの筑府にね、進学することに関する非常に大きなね、話だと思うんですね。でちょっとね、引き続き読んでいきますけども、まあちょっとね、定型校進学制度に関するなんか疑問の声だとか、もうこんなのいいですね、もう皆さんよくご存知の話なんで、あるね、名門校の真実の、著者である著者でジャーナリストの田中育太郎氏、田中さんという方がね、ジャーナリストの方がいらっしゃってですね、その方が言われてるんですけども、筑府校は東大や国公立大学医学部受験を、意識している教員が多いと、故に必然的に授業内容も濃くなりがちです。そりゃそうでしょうね、進学校だからね。そこに高校から一般入試ではなく入った生徒が戸惑ったりしないのか、前例を知らないので何とも言えないにしても心配はつきません。このね、田中さんが言われている心配、私も心配ですね。要はさっき申し上げましたように、本当に H 様ご自身でお決めになったんですか、これが非常にねポイントですよね。それであればね、やっぱりご自分がもうどうしても筑府に入学したいということであったならばですね、まあちょっと100歩譲ってなんじゃないですけれども、定型校進学制度をね使ったにしても、じゃああとはね3年間ぜひ頑張ってくださいよということでね、それは私もやっぱり頑張ってほしいなというふうに思います。ただもしね、そのね、理由がね、さっき申し上げたような別の理由だっていうようなことになるとね、これからの3年間大変だと思いますよ。いろいろね、巷のなんか私もコメント等でですね、いろいろお聞きしてますけども、例のごとく地上波のね、テレビの放送なんかではですね、H 様ももともと中学のね、成績も最優秀で素晴らしかったんだよ、だからこそ定型校進学制度で今度ね、筑府に入ることになったよというようなね、もう上げ上げのですね、そういった報道ばかりみたいですけども、本当そうなんですかということですよね。まあ成績はね、まあよろしいんでしょうというようなことをね、前提としたとしてもですね、やっぱりですね、筑府といえばですね、もう東大に毎年30人40人ぐらいを輩出しているような、もう完全な進学校ですと、周り見たらですね、もうみんなとにかく東大みたいな形でね、もうそういったようなね、周りの受験生ばっかしなわけですよね、学生ばっかしなわけですよね。そういった中でやっぱりね、追いついていくのが大変だよねというようなことがあって、本当にご自身がの希望であれば一生懸命そこでね、追いついていこうと思ってやっていくんでしょうけども、
もしそうじゃないとすればね、どうでしょうね、めいっちゃうんじゃないんですか。もう本当に私の正直なね、これは私のね感想試験ですけどもね、下手したらもうめいっちゃいますよね。そういったようなことになると、やっぱり最終的にね、苦労されてね、結局ねどうなのってね、それこそね精神的にね、なんかね精神的な、ね、病とかね、そんなことあったら大変ですよね、っていうようなことが非常に今からこの3年間に関しては心配でなりませんということですね。で、この最終的な現代の記事も書いてありますけれども、ハラハラしながら H 様のご入学を見守る国民も多そうだ。私もこれハラハラというか、やっぱり心配ですよね。本当に大丈夫なのっていうね。それが本当の意味でのやっぱりね、皇室のことを心配しているまあ国民の方のね、思っておられる本当の意味での感情ではないでしょうかっていう気がいたします。今現在私もね、地上波の放送なんかほとんど見とりませんけども、なんか地上波の放送ではね、例の KK 夫妻のアゲアゲ報道と同じようにですね、あ、やっぱり、いつも素晴らしいとかね、中学校のまあ成績も非常に素晴らしいものだった、最優秀だった、だから、筑波に入学できたんだよ、みたいな、ね、ことで言ってるみたいですけども、本当なのとかね、本当にこのままね、ご本人の本当の希望でなかったとしたらですね、この3年間大変だよと、本当にハラハラですよね、というような気がしてなりません。ということで、ちょっとね、現代の記事がそういうようなことで心配してるっていうようなことでね、出してましたので、今回の現代の記事に関しては私もちょっとね同調する部分が多かったです。本当にね3年間大変だと思いますよね。まあ最終的にね、まあ、これはあくまでも噂段階で言われているようなね、憶測段階で言われているように、3年後もまたね、なんちゃら推薦制度でね、東大みたいな話も出てて、まあそういったようなことになるのかもしれませんけども、それは別にしてもですね、いずれにしても3年間他の、高校生と混じってですね、いくら校風が自由だうんぬんだって言ったとしてもですね、やっぱりみんなね、もうとにかく勉強ってやっていくわけですよね。そういった中で悠仁様、まあ言っちゃった、栄一様大丈夫みたいなねことをで、そういったようなことをやっぱりね心配するし、逆に本当に皇室のことを思われてるね国民の方は、そういうような、なんていうのかな、そういうような視点で、これからの3年間をね心配されているんじゃないかなという気がいたします。ということで、今回はねこの現代の記事を引用させてもらいまして、これから3年間大変ですよ栄一様。でもやっぱりね、もう決まっちゃった以上はね、まあそれやっぱり頑張ってほしいなっていうような気がいたしますけどね。ということです。皆さんまたいろいろご意見いただければなと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。それではまた。バイバイ。